ニュースです。都庁一斉消灯にツイッターで労働環境悪化批判。東京電力管内に電力需給逼迫注意報が発令されたことで、東京都庁では節電の一環として14時に執務室の照明の一斉消灯を行っている。暗い室内で仕事をしている職員の様子が報じられると、労働環境の悪化の方が問題などといった批判の声が広がった。都庁側は一斉消灯は未使用部分の照明がついていないかの再確認のためで一時的なものだと説明している。